マロース、g んの家北ドビナ川の眺めベリキーウスチュグ県の一大聖堂、ベリキーウスチュグは、ロシア連邦、ボログダ州の河口都市。スホナ川とユク川が合流し、北ドビナ川が始まる地点に位置する。州都、ボログダから北東に623キロメートル。人口は33,419人。造船業が盛んなほか、銀座区で有名。 1999年により、ロシアでは、ベディキウスチュグが、マロース、G3 の故郷であるということになっており、クリスマスの時期には、多くの観光客が訪れる。古い歴史のある都市であり、1212 12年の年代期に初めてベディキウスチュグへの言及が見られる。重要な交易路が交わる場所として、16世紀から17世紀にかけては、 一帯の商業の中心地として栄えたが、以後、ロシアの交易の中心が、バルト海に移るにつれて衰えた。有名なこの町の出身者に、17から18世紀の探検家セミオンデジニオフ、エロフェイハバロフ、ウラジーミル・アトラソフ、ソビエト海軍軍人、セルゲイ・プレミーニンがいる。ありがとうございます。